はい、おはようございます。釣り子 TV です。年末っていうことでですね、2018年もう間もなく終わりますけども、総集編というような形で、今年ね、釣り上げたあの50アップね、そんなにたくさんは釣ってないんですけども、関東のね、房総リザーバーで、いろいろ釣りをしてですね、何本か釣ることができたので、今年は総集編ということで、各、50アップの動画まとめてみました。まずはこちらをご覧ください。はいはいはい、風浦の目星はつけといたんで、せっかくの南風なんで日中まで投げて帰ります。いやー、しかしすげー天気だったなー。春っぺーといえば春っぺーですが、ちょっとね、吹きすぎってぐらい吹いてましたけど、まあでもこれで一気に春めいて来るんじゃないかな。普段だと逆側の方が好きなんですけどね、あの今日の早朝の大雨で立てるところがほとんどね水没しちゃったんで、柳島の方かな。釣れましたー。でっかいっしょこれ。ねえ、いやー、ボートで一匹も釣れなくて、最後日没までおかっぱりしようと思ったらこんな、見て、いやー、春のねえ、コンプトーバス、これはなかなかサイズも期待できますよ。いただきました。やっててよかったぜ。はい、というわけでね、動画を整理していたら、一番最初ね、今年50アップ釣ったのいつかなと思ったらですね、2月の後半ですね。これで南風爆風の予報が出ていて、千葉県の亀山ダムに行ったところですね、思ったより嵐になってですね、で、ボートで出ている間ね、ゼロ匹だったんですよね。丸坊主で、ただね、なんか魚が浅いところに上がってる感じがあるなっていうことでですね、終わった後におかっぱりでですね、でアラバマリグ投げていたところ、ゴンゴンゴンということでね、最後の最後に食ってくれて、で測ってみるとなんと50アップあった
ということで、壁山でおかっぱりで50アップ釣ったってのは多分ね初めてだと思うので、あとフィールドのコンディションもとんでもない状況だったので、すごい記憶に残る一匹となりました。それではですね、お次はこちらをご覧ください。よっしゃ、よっしゃ、でっけえ、でっけえ、くった、バケモンだ、やべ、超モンスター、やばいね、これモンスターが出た、これはでっかいっしょ、ギルフラットスイマー、関東のマックスサイズじゃないですか、トズラッパラ、綺麗だね、綺麗ですね、もう丸飲み、こんな感じで、これは震えるやつだ、よっしゃ、振り切んじゃねえかな、それを、行くぞ、あ、そうでもない、人字で54、それだけか、でもでかいよ、54センチ、口閉じで54でいいですかね、観光すげー、ちょっと一緒から取るから、じゃあまずちょっとルアーを先に出します、震える、よいしょ、ギルフラットスイマー、また詳しく、おいで、ちょっと待ってください、ゼロで、じゃあかけますよ、3130、はい、じゃあ、ちょっと産卵の時期なんで、逃げてもらいたいと思います。ね、トズラッパラ54センチ。じゃあ、いらっしゃいます、54。やったぜ、はい、ということでね、初夏の、トズラッパラダムということで、去年ね、オープンして、そしてね、今年1年目を迎えた、トズラッパラダムに行ってきまして、で初めてね、この初夏のシーズン浮いてきたんですけども、丸坊主ではなくて、ある程度それまでに魚も触ることができていたので、で、まあ動画なんかも撮ることができたので、最後はね、もうこう、一発勝負というか、まあ釣ったことなかったんですけども、ギルフラットスイマーってね、これ買っていたので、どんな動きかなーっていうことで、ちょっと投げていたんですね。もうラスト、1時間切って、最後ね、動きはどんな感じかなーとかね、投げ心地とかね、タックルはね、タトゥーラってね、これまた、買ったばっかりだった大森プロのですね、シグネチャーモデルのタトゥーラエリートに、ファンタムね、
今年これまたあのフィッシングショーで公開されて、でまだ買ったばかりだったですね、バンタム MGL をですね、組み合わせて、でこんなセッティングどうかなってこう投げていったところも、後ろからね潜水艦みたいにこうバーってでっかいバスがついてきて、それでまあちょんちょんってねアクションを入れたら、たまらずこうバスがねバーンって食いついてくれたということで、ファイトもねものすごいね、最近じゃこんな引き味わったことないぞっていうぐらいね、すごい引きだったんですけども、なんとかね船に無事かけることができまして、で測ってみるとなかなか大きなサイズだったと、こういったことでですね、これまた、非常に思い出に残っております。それではですね、お次はこちらの動画をご覧ください。いや、バスだとしたらやばい。動いてんの？いや、なんか、わかんないけど。バスじゃなかったら、何があるんだろう。立ち木に絡まれるパターンかな。のバスだ。でかい。でかい。タモを。ミクトさん、いけるかな？まだが。ちょっと元気すぎる。いや、スピニングだからすごい慎重に。いくよ、ミクトさん。救える？いや、無理だ。もう一回。いける？はい、もうゴンブトでね、ドープクローラー、でかい。マッキーネコセッティング、じゃあねサイズを測って逃がしたいと思います。51、はい、ルアーはこれね、ドープクローラー。久しぶりの50アップ、よっしゃ。いやー、ありがてえ。じゃあ51ドープクローラー、お願いします。メガタさん、これ最後のプロトタイプ1個同じの渡しとくんで、ドープクローラー、ネコリグか脳神かワッキーかダウンショットで使ってね。はい、ということでね、来年のキープキャストでね、2019年のキープキャストでブース出すようなんておっしゃっていたんですけども、サニーブロスっていうやつね、新しいルアーメーカーが誕生しまして、でそこの方と知り合うことがあって、ちょっと動画見てますよなんて、このルアーね作ったんで、ちょっとぜひ試してみてくださいなんていうことで、ドープクローラーっていうですね、ストレートワームね、ネコリグとかに使いやすいと思いますよなんていうことで、いただくことができたんですね。でまあそれどんな動きなんだろうっていうことで、リグって千葉県のこれ三島湖ですね、ライトリグでね、ネコリグにして岸際とかをこう探っていったら、
コンとね当たりが出て、おー気持ちいい当たりだななんて合わしたら、もうそこからはねめちゃくちゃ引きましたね。あれこれこれはバラせない、これはバラせないっていうね、すごい引きの魚で、それでもって上げてみたらこれが50アップあったということで、なかなかね、あのもう夏のアフターもこれ確か終わった、もう真夏に入っていたぐらいなんで、すごいね元気でね引いてくれる50アップが釣れてくれたということで、で実はねこの同じ日にもう一匹ね50アップが釣れたんですね。というわけでこちらの動画もご覧ください。おっしゃ来たぞ。44センチブルクラットでいただきました。ほら来た。このジグがねいいとこかかるんですよ。ほら来た。よっしゃ、2分の1ヘッドに4パチのボディで上げてみております。まあ、壁際に投げて誘ってきたり、いろいろ。これ魚だったらでけえぞ。魚だったらでけえぞ。これバラしたくねえな。もうちょっと、でかい。これねやばいっすね。どうする？今日のパターンこれね、ブルフラットのジグストに、やばくないそれ。逃げんなよ。まず逃げんなよだよ。本当に超心臓に扱って。口閉じで53、53センチでございます。はい。じゃあ逃げてもらいますよ。逃げてもらいましょう。ありがとう。はいね、これまた千葉県の三島湖なんですけども、今年ね夏から後半にかけてね、やたらジグストっていうのをテーマにですね、釣りしたところ、非常にね大きな魚がいっぱい釣れたんですね。でも50アップってなると多分ね、もしかしたらこの1匹だけだったんじゃないかなとかね、40後半とか、あと、まあ、45アップはねなんか結構ね引く魚よく釣ったようなイメージがあったんですけども、動画でまとめてみると50アップっていう感じの魚はこのね、動画の一本だったんだなということで、ただもうこれもね、めちゃくちゃ引きましたね。この日はねすごい中層に魚が浮いていてですね、ジグを中層でふわんふわんね、探るとですね、結構面白いようにバスがね追尾してきてね、でうまいことねこうバンっていい動きがその目の前で入るとなんか食いついてくれるっていう状況で、これね釣るちょっと前にもね、まあバラしたんで何とも言えないんですけども、これ今の腰はっぱったよななんていうの船べりでバラしたりとかがあって、でもね集中力マックスでね、もう次かけたらもう絶対船に上げてやるぞみたいな感じで、やったところですね、最後の最後に、でっかい魚が食ってくれたということで、で以上です。あれ結構ね、去年はね後半に向けてデカバスねよく釣ったりしてたイメージだったんですけども、今年はですね夏のこのタイミングで50アップを釣ったぐらいで終わりだったんですね。なんとかねこの12月後半にかけてもですね、バリバリとでかいバス釣りたいなーなんて思ってたんですけどもね、
あの最後の方はまあ尻すぼみというような感じで、あんまりね50アップっていう魚は、釣れなかったんで、まあねこれを見てね、まあちょっと来年はまたねもう間もなく年が明けて、2019年になりますけどね、もう平成も残りわずかということで、序盤からですね1月2月からバリバリとですね釣り場に、通ってですね、まず寒い時期がねまず最初のでかいバス釣るチャンスなんじゃないかなっていうことで、小さめのバスがね深場とかに沈んでいってっていうか、まあ、そこの方とかで越冬バスみたいな感じでいて、体力のあるでかい個体ね、これがね浅いところにいるはずなんで、まあ当たりは少なくなると思うんですけども、まあそういったのに向けてですね、いろいろなルアーを投げて、まずはね、1、2月で頑張って、でいよいよもうね3月4月になってくるとね、スポーニングのシーズン、もうプリスポーニングになってくるんですかね、非常にねさらにでかいバスが狙いやすくなってくるということで、で、まあ、5月6月また初夏のシーズンね、ここら辺もでかいのがいるんじゃねえかっていうね、そういったダムに通って、引き続きですねバスを狙いつつで、今年ね苦戦したですね後半戦ですね、秋から冬にかけて、ここら辺もなんかデカバスこういうので釣れたよなんてご紹介できる動画が作っていければいいななんていう風に考えております。というわけで本日の釣りこう TV はですね、2018年ね釣り上げることができた50アップ、これを動画でまとめてみたいって、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。